2年ぶりに開催された鳥取県高校総体バスケットボール競技。3年生にとっての集大成、白熱した試合が繰り広げられます。勝利に歓喜するチームに悔し涙を流す選手の姿も。そんな中、この大会にある思いを持って臨む指導者がいました。米子東高校バスケットボール部顧問の谷本裕樹先生、自身もベイトーバスケ部の OB です。大会2週間前、ベイトーバスケ部ではミーティングが行われていました。県内の高校で新型コロナのクラスターが発生した影響で中止となっていた部活動がようやく再開。大会を目前に控え、久しぶりに部員たちが揃いました。やっと部活の許可が出たものの、接触が禁止されてたりとか、この2人で同じボールを共有するとか、それも許されない状況なので、コンタクトスポーツのバスケットとしてはかなりきつい状況。部員全員がマスク着用、チーム練習ができないため黙々とシュート練習です。制約がある中での部活動再開に選手は、それは他の高校も一緒なので、こういう期間に家でできることとか、そういうことをして他のチームと差をつけて、総体までに悔いの残らない結果になるように全力で頑張りたいと思います。3年生は来たる最後の大会に向け今できることをと闘志を燃やしていました。大会まで1週間、ようやく部活動の制限が緩和され、この日は練習試合。対戦相手は OB、 谷本先生のかつてのチームメイトです。気軽にやっぱり声をかけると来てくれるとか、自分たちから練習行こうかって声をかけてくれたりする部分がすごく助かっていて、選手たちにとっても、あとは自分にとっても、その新たな課題が見つかるという面ではすごくメリットかなと思います。谷本先生の高校時代の恩師で前の顧問の増山先生です。10年間顧問を務め、チームをインターハイに導いたベテラン指導者。3年前に定年を迎え後任となったのが教え子の谷本先生なのです。自分が指導したバスケットを知ってくれてるので、自分としては嬉しさというよりも安心というかな、それ以上にそれを覆してもっと強くしてほしい気がするな。選手がやっぱり楽しいと思わないと自分から努力しない部分があるので、成長することが楽しいなって思えるような練習にしていきたいな。恩師の思いを受け継ぎ、同期の応援を受けて迎えた県総体。自分たちがやってきたことを信じて勝ちたいと思います。米子東の初戦はやず、緊張からか思うようなプレーができません。勝負は終盤にもつれ込み、最後は連続得点でなんとか勝利を手にしました。続く2回戦、相手は鳥取東。平均身長で10センチ以上上回る相手に苦戦します。練習を積んださまざまな戦略で勝負を仕掛けますが、高さをカバーしきれません。そして3年生にとってはこれが最後の試合。2年半にわたる部活動に終止符です。試合後最後のミーティング、引退する3年生3人がそれぞれの思いを後輩たちへメッセージしました。1、2年生に言いたいことは、このメンバーでまた来年同じステージに立ってほしいなっていうのがあって、きついこともあるだろうし、練習もきつい時もあるだろうし、それでもやっぱ諦めずに最後まで続けていってほしいなと
思います。チームメートからの感謝の言葉に涙するマネージャー。彼女も3年生、チームを支えてきました。マネージャー合わせて4人なりに後輩にできるだけ何かを残そうと努力してきてくれたのは、その今日話を聞かなくても伝わってきていたので、その自分自身もまだまだ成長しないといけないですし、 1,2 年生と共に一緒に成長していく気持ちを忘れずにやっていきたいなと思います。引退する3年生から思いを受け取った 1,2 年生、恩師の教えを受け継ぎ指導者として高みを目指す谷本先生。米東バスケ部の新たな挑戦がここからまた始まります。